正直驚いた。ここまでの回復を見せるとはな。すべて試してみた。通常の尋問は効果がなかった。被験者の意志を壊し心を抹消するのは困難だし苦痛を伴うの。大した代償じゃねえ。 CIA の記憶を埋め込むマインドコントロールプログラムは大成功を収めた。俺がベトナムにいた頃のことを話せと。もう一つ、記憶を呼び起こすにはキーワードが必要になる。俺たちには使命。ソビエトのバンカーに向かっていた。被験者への洗脳が定着し始めた。俺たちには使命がある。お前と知り合って何年も、共に戦い、血を流したが、地獄のベトナムを生き抜いたんだ。俺たちには使命がある。これで再プログラムは完了。あとは名前を与えないとね。ベル。意識が戻る。ベル、いい加減にしろ。ペルセウスは何て言った。奴はどこだ。今お前が経験していることなど、協力を拒んで招く未来に比べたらどうってことはない。お前には二度目のチャンスを与えてやったんだ。今こそ借りを返してくれ。お前も奴らの一味だった。トルコでペルセウスに見捨てられたんだろう。アドラーがお前を助けたんだ。飛行機はトラブゾンを立ってドゥーガに降りる。分かってるな。実はな、ペルセウスはそこにはいない。この傭兵どもは生きてドゥーガを出られないだろう。まず森に死体を捨てる。それからベルリンのボルコフに兵器を送る。そしてソロベツキーに飛ぶ。だがお前には別の計画が。ペルセウスに気に入られていたよな。ライバルは潰しておく。あそこにいて、すべて終わった後にお前を見つけた。CIA がお前を生まれ変わらせた。そして新たな素性を与える必要があった。俺とシムスはお前を CIA にしようとしたが、思ったほど抵抗しなかったよな。お前に言語スキルや暗号技術があったのは好都合だった。厄介だったのは記憶だ。お前は CIA の MK ウルトラプログラムを受けた。アドラーの記憶をもとに新しい記憶を与えられた。最悪だよな。だが仲間だと思わせる必要があったんだ。幸運だと思う。その記憶を持って数ヶ月だろう。俺はもう10年以上も苛まれている。お前の手は綺麗か。尋問はうまくいかなかったが、 MK ウルトラの予備の計画を実行した。お前が自分を別人だと信じれば全てを投げ出すと考えていたんだ。俺はそうは思わない。まだ隠しているだろう。それを吐き出すんだ。俺たちには使命がある。キーワードでお前を制御できたが、全てを手に入れていない。お前の秘密はいつもドアの向こうにあった。今は俺たちが憎いだろうな。当然だ。ただ事の重大さをよく理解しろ。今やっていることは俺のためでもお前のためでもない。
何百万もの人々のためだ。他人を顧みず利己的な忠義を貫くことしか頭にない奴を止めるためなんだ。だから教えろ、ペルセウスはどこだ。グリーンライトニュークの制御を手にしたソロベツキーのシェルターに退避し核を爆破してやろう。お前が何者なのかを確立するチャンスだ。奴の居場所はソロベツキーのシェルター。ソロベツキー、シムス、ワシントンにつなげ。全員用意しろ、ここを立つぞ。正しい選択をしたな。俺と一緒に来い。ペルセウス、 CIA の分析官は自由世界にとって最大の脅威とみなしている。これは重要な任務だ。我々の暮らしを巨大な悪から守ってくれ。アメリカとその同盟国は我々の大切なものを蝕んでいる。ペルセウスがヨーロッパの主要都市で核爆弾を爆破するまであと数時間しかないんだ。俺たちは手段を選ばない。いつもと同じ朝を迎えるために俺たちの何人かが一線を越えねばならない。英雄と称えられもせず悪党とも蔑まれない。誰も俺たちを知ることはない。この亡霊を追い続けて13年。爆破するぞ。
言われなくても分かってる。とにかく俺がいいというまで待ってろ。彼らがやりましたよ。起爆を止めました。間一髪だ。 CIA も活躍を。ペルセウスは捕らえたか？いえ、依然行方は不明です。ロシア側の反応は？まだ何も。混乱の兆候が見られます。ペルセウスの単独行動だったのでしょう。モスクワの命令には従っていないのかもしれません。驚くべき事実だ。我々は似た者同士なのかもな。こっちだ。手を貸してくれ。俺の手を取れ。やったな。これはペルセウスとその支持者への俺たちからの警告だ。俺たちは危機を見過ごしはしない。最善を尽くすんだ。戦争にはこうやって勝つんだ。カシーム・ジャバディの近況はどうかね？はい、カシームを捕らえ、我々と戦うよりこちらに転んだ方が得だと説得しました。アラーシュの死はカシームに奴らのネットワークを支配する機会を与えたんです。あいつなら中東でのソビエトの活動を内部から探れるでしょう。今後は奴のネットワークを通じて取引を始められます。アントン・ボルコフはどうなった？ボルコフは捕らえられて以来重要な情報源になりました。 MI6 は奴を尋問後、直ちに東ベルリンに盗聴所を設置しています。すでに KGB から諜報員への指令を傍受していました。鉄のカーテンに覗き穴を開けたんです。ハバナの掃除はどうなったかな？
キューバからパーク捜査官の遺体を回収しました。家族への連絡はレーガン大統領が、棺はロンドンに運んでいます。 MI6 は不満を持っているようだ。彼らに借りができたな。ラザー・アースレイはテルアビブで治療中です。すぐに復帰するでしょう。ペルセウスの追跡は今や彼の使命ですから。チームの他の人員は？ソビエトが調査部隊を送る前にソロベツキーから脱出しました。傷が癒えたら復帰させますよ。ペルセウスは止めたが、ネズミはまだそこら中に巣くっている。我々の中に協力者がいるんだ。ようやくクソッタレのアルドリッチを捕まえました。ペルセウスのネットワークは無傷ですから再構築されるでしょう。ヨーロッパはどうだね？核攻撃を止めただけでなく、バディム・ルードニク少佐を倒しました。ペルセウスのヨーロッパネットワークには大きな打撃となるでしょう。ルードニクの鍵となる要員も2人土に返りました。残り1人もいずれ奈落に落ちるでしょう。詩的な表現だな。ベルは？北極の空気だ。頭がすっきりするだろう。ベル、お前はペルセウスを止めるために犠牲を払った。一つは知らないうちに、もう一つは自らの意思で選んだ。俺たちの間に起きたことは必然だったと思ってくれ。より大きな利益のためだ。お前は英雄なんだぞ。英雄には犠牲が伴う。だからこそお前には理解してほしいんだ。悪く思うな。